よし。それでは、今日はこれくらいにしよう。確認した通り、文化祭についての連絡は、各クラス忘れないように。自己委員長は、予算について顧問と相談しておいてくれ。とは言っても、そこに関しては、去年と同じようになるだろうけれど。うん。よろしく頼む。それじゃあ、今日は解散かな。ああ。 正気はいつも通り残るように。今日の内容をまとめよう。さて、他になんかある人はいるかなないかよし。それでは解散。ああ、さよなら。<laughs> ありがとう。僕も君と仕事ができて嬉しい。一緒に頑張ろうね。はい、またね。 さて、それじゃあ、おっと、僕としたことが大切なことを忘れていた。しっかりと鍵はかけておかないとね。よし、ようやく二人きりだ。<laughs> 君くらいだよ、僕と二人きりでそんな顔するのは。みんな… 顔をあからめて喜ぶというのに。いや、これはただの事実だ。知識家長でも何でもないよ。さっき見ただろ僕と一緒に仕事ができるだけで、ああやって話しかけてくるのさ。君は特別扱いなんだよ。涙を流して喜んでもいいんじゃないかふフ。<laughs> そうだね。最初からそうだったから。僕には興味を持っていない。本当に面白い人だよ、君は。さて、そんなことはどうでもいいんだ。今日はね、君に聞きたいことがあるんだよ。今日、一緒に来た子、いただろうそうそう、その子だ。 クラスの子かいふーんなるほど。ずいぶんと親しそうだったね。今週末二人きりで遊びに行くとか。おいおい、盗み聞きとは心外だな。君の声は自動的に耳に入るようになっているんだ。 いいんだよ、そんなことは重要じゃないそれ今から断りなさいなんなら僕の名前使ってもいいそうだそうだ生徒会の幼児とでも言っておこうそうすればさすがにえても理解してくれる <laughs> なぜわからないのかわからないな口出す権利があるに決まってんだろう。 いいか君は、僕のものだ。こういう関係も大切だろうが、すでに優先するのは僕でないといけないんだよ。<laughs> まだわかっていなかったのか。だとしたら、また教え込むしかないかその体に。<laughs> それでもいいんだよ。 僕としてもいいことだからね。ここまで物分かりが悪いとなると、そろそろ集団を選んでいられなくなるね。ふふ。もうすでに顔が好調しているぞ。<laughs> そんなに怒らなくてもいいじゃないか君だって楽しんでいたくせに。 またしてあげてもいいんだよ。はじめての君は衝撃的な快楽だっただろう。おっと、釣れないね。まあ、いくら見つつとはいえ、正当解説では嫌か。そのくらいのハリをしてあげよう。 生徒会室に来るたびに意識してしまおうというのも悪くはないのだけれど。でもね、君はもう僕を選ぶしかないんだよ。当たり前だろう。君は僕という存在としてしまったんだ。他の人間より深く、ね。 もう、他の人間には満足できない。必ず、何か足りないのさ。どこかに出かけても、遊んでも、キスをしても、乱れらなことをしても、その行為はすべて、僕との経験にはかなわない。いや、これはただの事実さ。 自信箇所とは違うんだよ実際君の反応は素直だ僕と2人きりになって僕の声を聞いて僕と話しているだけでその体は反応しているだろう <laughs> そんな顔で言いたしても説得力はないね君はね 拒否というポーズを取っているだけなんだよ。このままだと自分の尊厳を失ってしまう。だからこそ僕を拒否しているような態度を取るんだ。本当は求めているのに、解放してしまえばいいじゃないか。何も怖いことはない。 自分でも言うのはなんだか。僕は能力が高い。勉強も運動もできる。実家も太いし、将来安泰だ。僕のものになっても悪いようにはしないさ。そうだね。僕だって驚いてるよ。 ここまで一りな人間に執着するなんて。でも、どうしても君が欲しいんだ。必ず手に入れたいんだよ。君はね、糸の奥を覗ける人間だ。洋面的な情報ではなく、その人自身を見ようとする。それはね、紛れもなく才能なんだよ。 だからこそ、僕はこんなにも僕自身をさらけ出しているんだ。<笑><笑>僕の本性に子供引きしているとか、そんなことはどうでもいい。それはこれからいくらでも作り変えられる。僕はね、自分のものは自分だけが触れていたいんだ。絶対 絶対に誰にも渡したくない。今は君も学生だからね。自由にして開けているけれど、将来的には囲い込むつもりでいるよ。こっちを見て。ふふ。ほら、キスをしただけで、この反応だ。もう、君は僕のものなんだよ。 週末の予定を開けなさい。相手には僕から連絡を入れておく。たっぷり時間をかけて、愛してあげるよ。本音の随まで、僕のものになるまで。ね。絶対に逃がさないから。恨むなら、 魅力的な自分自身を恨むといい。君はもう、僕のものだ。愛してるよ。愛してる。愛してる。はぁ、あ、もどかしい。愛してるなんかで、僕のすべてが伝わるわけがない。 だからこそ、行動で示さないとね。楽しみにしているよ。君が僕だけに浸水する、その時よ。それじゃあ、今日は帰っていい。週末はとびっきりのおもてなしをするからな。はい、さようなら。 もしもし、ジア週末は、音室周りの人を近づけないでくれ。ああ、仕上げだ。道具も揃えておいてくれ。ふっ。ふっ。ああ、せいせい壊れないように気をつけるとするよ。それじゃ。ふっ。はっ。 ha ha ha